TOG2023 から24ターファイトクラブ募集馬前頭軸パート3ということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガム総数発注でございます。まあ、これでね、今ターファイトで募集されているまま前頭チェック一旦完了ということになるんでね、まあ募集番号でいうところの17番から23番までの馬たちっていうのをねチェックしていこうと思うんですけれども、まあなかなかね世界的な良血アジということでね、まあちょうどターファイトクラブがねそういう馬で重賞勝ったっていうタイミングで、まあいいタイミングで公開ができそうです。というわけでイボルブ17、ファンディーナの21、ボバ父ロードカナロア母の父ディープインパクト、募集価格5000万円で立冬の高野厩舎、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、お母さんはねフラワーカップを圧勝したことでね、その後次に中山でね皐月賞への出走を選んで、なんとね一番人気に押されたんですよ。まあ、そこで7着に負けたことでその後馬のリズムが狂った、まあ7着だもんな、ファンディーナ大したことなかったんだなって思っている人も多いと思うんですけど、違うんですよ。この時の皐月賞は非常にレベルが高かった。まあ牝馬でねっていうよりはキャリア不足の牝馬がいきなりボバとやって、まあ、しかもフラワーカップ直後だからレース間隔もちょっと短かったわけじゃないですか。フラワーカップから桜花賞より一周確かに間隔あるよっていうぐらいしか間隔がないっていう中で、7着って言ってもね、あの年の皐月賞って確かね6着まで全部その後 G2 以上のねレースを勝ってるんですよね。まあ、そう考えると、まあボバの G1 クラスが6頭も出ていた例年にはないレベルの皐月賞、いくらクラシックで期待は集まるって言ってもそんだけ活躍する年ってないですよ、皐月賞に間に合うまでね。まあ、しかも上位を占める年、まあそういうところに巻き込まれてしまったファンディーナって考えると、僕はねファンディーナの3区ってねもう評価していくべきだと思ってるんですね。まあその中で、まあファンディーナの3区にも期待ができると固く信じてるわけなんだけれども、まあ、そんなファンディーナの初子の牝馬であるところのお姉さん、1個上のお姉さんも勝ち上がりましたから、まあ少なくともファンディーナの繁殖能力最低限は保証できるなっていうのを、まあこれはね、まあ少なくともみんなが思ってるぐらいはあんじゃねえのっていう最低限ね、まあそういうところまではすでに証明された。こっから先を証明するのはこの馬です。2番子のボバ、楽しみしかないですね。まあ上積みが期待できるでしょう。まあそれもね、お母さんの出産年齢7歳っていうのから13歳っていうのが、まあ繁殖牝馬のゴールデンエイジ、まあ、4歳5歳6歳あたりから上がってきて7歳から13歳の世代っていうのが一番活躍馬を出すみたいなね統計データもあるみたいで、まあ初子の牝馬で勝ち上がった後の黄金ゴールデンエイジの始まり7歳の牝馬の産駒って考えるとね、お母さんもまだ、まあ、若いお母さんですしね、まあ、一姫二太郎という感じでですね、楽しみしかないなというふうに思ってですね、これはもうターファイトの次の活躍馬2世代連続で出てくるとすれば、まあこの馬かなと。だってまあターファイトでねこうやって牧場に残したいからみたいなノリで、まあ世界的な良血だけれどもターファイトで募集される、まあターファイトに馬を出している牧場さんが、まあ牧場にね、近い国に戻ってきてほしいからターファイトに出そっか、売れるお値段としてもね、まあそんなに遜色ないしねというふうに思ってくれれば、まあターファイトに入るわけですから、まあそうやってね、良血が入りやすい環境にあるクラブですね。まあ牧場の代替わりとかいろいろね、こういう良血入るタイミングがあるんですけど、それで入ったファンディーナの子、ターファイトで走ったファンディーナの子ということでね、まあこれは、まあ正直なところ今日勝った馬よりファンディーナの方が、まあ競走馬としての本来の格は高かったと思ってます。皐月賞でまあ1000級と自分も1000級の馬であるがゆえにやり合ってしまって、まあその後ねバランス崩したところはあったかもしれないけれども、まあ世間の皆さんが思ってるほどファンディーナは弱い馬じゃなかったと信じてますんでね自分の指名馬でもないし、まあ、ただただ結果とかね、そういうところからこう分析して上がってきたデータでね、ここまで言うのは僕の中ではまあ珍しいぐらい入れ込んでる馬なんですけど、まあそれでね頑張ってほしいと思います。まあ、そしてエボルブ18、ルパンの21、ボバ父ルーラーシップ、母の父メダリアドーロ、
募集価格3000万円で立党の吉岡厩舎。出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が10歳。祖母の、プロミシングリードはプリティポリーステークス。アイルランドの、まあ、コバの G1 馬。コバ牝馬の G1 馬ってことでね。まあ、期待の血統ですよね。ただ、まあ、ターファイトのね、谷川牧場さん信頼を受けますし、まあ、その中でね、まあ、谷川牧場中心にという感じでやってるね、牧場系クラブですから、まあ、信頼はできますしね、まあ、うん、結果を出してる牧場なんで、これもチェック対象にはなってくると思います。まあ、そして、イボルブ19、フローの21、牝馬、父、北高たる前、母の父、ゴールドアリュール、募集価格の770万円で、立党の旗畑翔吾厩舎。出産時の母の年齢が5歳、母出産時の祖母の年齢が13歳。四代母にアグネス・フローラ、桜花賞を買ってオークス2着ということで、まあ、その四代母の産駒、曽祖母の兄弟にですね、弟にですね、アグネス・タキオン、サツキ賞馬だったり、アグネス・フライト、ダービー馬だったりというところなんですが、この三代母、アグネス・セレーネからの品系に、まあ、活躍馬が出てねえんだよなというような感じでね、まあ、しかもねそれによってですねダート配合でまあ試みてきている中でダートの配合を試みている中で、まあ、ダートの牝馬ってまあボバだったらねあのボバダートクラシック路線っていうのが整備されたんですが牝馬の路線はまあ JRA のこういう賞金の高いレースっていう意味ではまあ未整備ということになるんでね、まあ、ちょっと狙いづらいかなという気はしてしまいます。そして、エボルブ20、20番ですね。マリンウィナーの21、牝馬、父サンダースの母の父藤木席募集価格1800万円で、美穂の高木厩舎。出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が6歳。お姉さんのホワイトフーガは JBC レディースクラシック連覇など、交流重賞は7勝、関東オークスも制していますということで、これもだから、こっちの方が決闘的には期待できるんだけれども、厩舎もね、あの、なかなか結果を出しているところに入ったんだけれども、まあ、ダート決闘の牝馬って時点で、まあ、関東オークスが、まあ、ね、あの、POG のルールにもよりますよね。まあ、オークスダービーって意味で、関東オークスジャパンダートダービーまで認めるみたいなね、地元 POG がみたいなとこは、のね、クラブだったら、あの、人だったらいいかもしれんけど、基本的に関東オークスも、まあ、東京ダービーもジャパンダートダービーもあの JRA のダービールールの POG だったら期間5なんだよね。まあ来年ね路線が整備された時にその世代でねどういうルールにするかっていうのは、まあ、各ねあのグループで検討したりしなきゃいけない課題だとは思うけれども、まあ、今のところ狙いづらいかなという気はしています。まあ、そしてイボルブ21レッドエレンシアの21牝馬、父アルワイン、母の父ジャングルポケット、募集価格800万円で美穂の青木厩舎、出産時の母の年齢が13歳、母出産時の祖母の年齢が10歳、四代母ラブリースターが3着、エリザベス女王杯、一応4親等以内の活躍馬というとこれだけになりますね。まあ、その3区、曽祖母の妹に桜花賞を買って3、オークス3着のワンダーパフュームっていう感じでね、まあ、その弟が、のワンダーファングが、まあ、スプリングステークス買っていたりして、まあ、祖母の妹、弟が、まあ、POG 戦線の、POG 機関のね、まあ、要はクラシック路線から活躍ということになります。ただね、この曽祖母の代で活躍馬が出ていないんでね、まあ、POG 的にはその中では注目度の低い分子ということになってしまうとは思います。まあ、そして、イボルブ22、リマークコンダの21、牝馬、父ビッグアーサー、母の父バチア、募集価格1200万円で立党の森田厩舎、出産時の母の年齢が17歳、母出産時の祖母の年齢が11歳。おばにですね、桜花賞を勝って NHK マイルカップを勝ってと、クラシック路線を席巻したラインクラフト。まあ、POG 期間のね、G1 を2勝しています。お姉さんのビップウィンクが去年オープン入りをしたし、去年気になる品系。まあ、祖母のディマクコンダのお姉さんが、まあ、マイルのね、活躍馬で、まあ、ビッグアーサー短距離で良さそうだな、みたいな配合になってますけどね。まあ、一応気になる品系なんですが、母17歳児の産駒で、まあ、この馬の、お兄さんお姉さんということで、そこまでの、まあ、オープン馬が1頭ぐらいのね、しかも小馬になってからオープン入りした馬が1頭程度の活躍だと、ちょっと狙いづらい気はします。まあ、そして、エボルブ23、
レディーマーメイドの21牝馬、父マジェスティックウォーリア、母の父フサイチペガサス、募集価格600万円で北海道の米川登る厩舎、出産時の母の年齢が19歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、お兄さんのロードレガリスは白山大賞典2着ということでね、まあ母高齢ってこともあって地方デビュー、まあダート血統の牝馬だし、まあちょっとね、POG でっていう大きなポイントを稼ぐっていうのは狙いづらいんじゃないか。まあそれはね、募集価格600万円ってところにも現れているし、地方デビューってところにも現れているし、逆に言えば、まあ地方デビューであるがゆえのね、維持費の安さだったりとか、募集価格の安さで、まあそれをペイするっていう意味では、出資するんだったらね、楽しいのかなという気はしますね。まあ以上ね、こんな感じでまた7頭を紹介して、これでターファイトクラブ編終了となります。まあほとんどファンディーナの話してた。今回の動画はね。まあでもそれが一番頭に来てくれたからね、この3つの分割の仕方でよかったね。まあ、多分ファンディーナ3区に関しては、指名候補に入れるかどうか。